運転手、急いでくれと言ったはずだが、まだ着かんのか。はいはい、そうです。表通りから友引高校まで車でたかだか 2,3 分のはず、やけにかかるではないか。お客さん皆さん同じことをおっしゃいますな。タクシーに乗ると時間が延びるんですかね。お客さん、仮面乗って竜宮城行く話知ってます？今その気分を味わっとる。仮面乗ってったのが太郎だけでなく村人全員だったらどうだったでしょうね。全員が竜宮城へ行って、そして揃って村へ帰ってきたとしたら、それでもやっぱり数百年の歳月が経ってたことになるんでしょうかね。村人が誰一人気づかなかったとしても。何の話をしとる。なまじ客観的な時間やら空間やら考えるさかい、ややこしいことになるんちゃいまっか。帯に短し松見に流し言いますやろがな。時間なんちもあんた人間の自分の意識の産物なんや思ったらええのや。世界中に人間が一人もおらなんだら、時計やカレンダーに何の意味があるっちゅうねん。過去から未来へきちんと行儀を流れとる時間なんて初めからないのんちゃいまっかいな。お客さん、人間それ自体がええ加減なもんなんやから、時間がええ加減なんも当たり前や。きっちりしとったらそれこそ異常ですせ。確かなのはこうして流れる現在だけ、そう思ったらええのんちゃいまっか。面白い。これは本当に亀に乗ったのかもしれんな。このまま竜宮城まで行きまっか。お安しときまっせ。ただの亀ではあるまいや。正体見せい。バカ野郎、大丈夫ですかお客さん。逃がしたか。